県内21市町の魅力を掘り起こす地元旅、突撃インタビュー、突撃取材で地元の人だからこそ知るローカルなネタを発掘します。今回はこの場所からスタートです。カメラマンも美味しいでしょ。空気がね、美味しいよね。なんか O2 濃度が高いよね。美味しい。あー、さあということで対馬山猫空港から出てきました。陳年対馬なだけに視聴者のみんながキャッと驚くような情報聞いちゃうぞ。対馬山猫とかけてるからね。よし行こう。さあ対馬市は九州と韓国の間の対馬海峡に浮かぶ自然豊かな島です。対馬市へは長崎からは飛行機でおよそ30分、福岡県の博多港からはジェットフォイルでおよそ2時間15分くらいで行くことができちゃいます。対馬の情報量という大海原と言ってもいいんじゃないですか。対馬市役所の方に聞けばいいということで、森山さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。改めて対馬ってどんなとこ、はい、っていうところもちょっとお聞きしたいなと思って。そうですね、はい。対馬はですね、うん、まあ、日本本土と、朝鮮半島の間に位置している島で、南北に82キロ、うん、はい、東西に18キロ、はい、すごく細長い島になってます。地毛門ならではの情報って何かありますか。はい、地元がですね、あの上津島上の方になるんですけれども、はい、その近くにあるあのもみじ街道という場所が、はい、おお、はい、そこで撮った写真とかないんですか。ないですね。ないんですか。本当に好きなの。大好きです、はい、写真なんかでは表せられない綺麗さがありますんで、はい、なるほど。さあ森山さんがこよなく愛するもみじ街道、市の中心部からおよそ1時間30分で到着します。鳥の鳴き声がいいね。さあもみじ街道、ちょっと上空見上げたら色づいてきているかな。ねえ、まだ緑の葉がね目立ちますけども、赤く紅葉しているところもありますよ。川沿いにもみじ並木があるから雰囲気すごくいいね。なんかこれはまああの地元の方ならではの、気分を変えたいリフレッシュしたい時はここにねちょっとフラッと来て、思い詰めていたこととか張り詰めていたことをここに、ここを歩けばなんかちょっといいアイデアが浮かんだりとかね。周市のもみじ街道は対馬一のもみじ紅葉スポットとなります。川沿いにもみじや楓、およそ7キロにわたりね群生しているということですよ。今だんだんとね色づき始めたそうで、来月頃までは紅葉を楽しめるそうです。インタビューいいですか。インタビュー、なんかかっけーですね。かっけーですか。かっけーっすよ。そうすか、思ったよりちっちゃいですね。そうなんですよ。そうなんですよ。本当にみんなから言われますね。地元ならでは情報を教えてくださいって。韓国の異国の見える展望台、うん、丘、あの韓国の街並みが、街並みがうっすら見える。お、もう韓国の人たちの生活の息遣いみたいなんかも、あ、もう洗濯物が見える。おお、そこまで。地元ならでは情報があったら教えてくださいって。星イカ、はいはいはい、あの生干しでぐるぐる回るのがあるんですけど、はいはいはい、そこが結構有名ですね。私もこちらに嫁いでも38年なんですけど、初めて見たときに、うん、いやもう本当驚きで、うんうんうん、地元のならではの情報がお聞きできたらなと思って。ヒヨギしよる人もおられてね。そこヒヨギってなんですか。ヒヨギ貝ってわからん。ヒヨギ、あ、ちょっと大きめの大ぶりので、あの色のついた、そこの人が主要です。あ、あその小屋の中に人がいらっしゃったら、そこの方ヒヨギがやってらっしゃる、うん、じゃあ最後にちょっと一言いいですか。対馬好きですか。対馬ですか。好きですよ。対馬といえば、まあ、この伊豆原もう街中は外せないですね。まあね、この観光ね、案内所ありますし、そしてここ特産品の間があるんですけど、お、対馬誰？本真珠。養殖とかは盛んですっけ。しかもゲーム性を持って販売してます。カプセルトワイ、ハズレなしじゃないこれ。アコヤ街からの贈り物、アコヤ真珠のアクセサリー、ネックレス、ピアス、イヤリング、リングなど。1000円でパールのネックレスとかリングとかってちょっとお得なんじゃないの。ドン、
ここから出ます、開けます、じゃん、はあ、これ絶対嬉しいやつだ。ぜひ近々、お祝い事があるんだったらつけていってください。ネックレス当たりました。ちょっと嬉しい。すみません、つけてもらっていいですか。ごめんなさい。ちょっとお願いします。首締まってきました、はい、止まりました。止まってます。ただちょっとね、苦しい。いいじゃん、首元の輝き、パツパツになってます、似合ってます。ピチピチでした。ちょっと 首が太かったですけど、こんな付け方も間違いじゃないですよね。おしゃれだと。おしゃれですよね。寿司パール。そう、寿司パール。あ、寿司パール。体験ができるんですよね。寿司で体験されて、はい、あ、素敵。いいでしょ。羽がついてるのが可愛くて。本当可愛い。あ、パール夫人。ちなみに寿司の方なんですか。いいえ、どっから。長崎の取材で来たんです。あ、取材で。はい。長崎旅部って知ってますか。長崎県の観光サイトの。ああ、聞いたことあります。旅部。あ、そうだったんですね。さあ、そしてこちらのね、お子様連れの女性にも地元情報聞いちゃいましょう。すぐそこに伊佐利美公園があります。どんな公園ですか。あの海がバーって見える綺麗な公園が。おうおう、ええ、お子ちゃんも連れてて。うん、行きます行きます。足湯もあるし。足湯がある公園？いやけど珍しいですよ。公園で足湯に入ることはできるんですか。はい、入ったことあります。あります。気持ちいい。さあ、対馬市中心部にある市役所から車でおよそ5分の場所にある伊佐利美公園を目指しましょう。伊佐利美公園と書いてありましたよ。やっぱ韓国の方もね、多くいらっしゃるからか、伊佐利美公園の下におそらく伊佐利美公園と書いてあるんでしょう。フライングチンネンちゃん見ちゃった。めちゃくちゃいいよ、眺め見て。すごくない、すごくない、むちゃくちゃ眺めよくない。でまたね、こののっぱら感がいいじゃないですか。レジャーシート広げてお弁当食べたくなるような。地元の方とかが多分週末とかにいっぱいいらっしゃるんじゃない、お昼時。程よいこの潮風の心地よさ。わあ、いいねいいね。ちょっと待って、足湯っておっしゃってたよね。これかと思ったら違ったね。さあ、公園内散策していると目的の足湯じゃない、あれ出てるじゃん、ほら出てる出てる。ちょっと待って、あ、ちょいと冷たいあ、けどあの源泉の方はあったかいんじゃない。ほらね、こう湧いているとこからこうあの空気に触れて冷たくなっていくから。あー、ここはぬるま湯。さあ、ということでこちら足湯なんですが、4月から11月末までの、ね、期間で利用できるそうです。天然温泉の足湯が無料で楽しめるスポットです。あ、けど、あ、いいかも。なんかこう、こう心地よい、こうあのね、あ、潮風が吹いて。そして夜になりますとこうですよ、ドン。さあ、これね、沖合に漁船がイカ釣り漁していまして、その光、イサリビがね、鮮やかに輝いてます。これが対馬ならではの景色ですよ。名前がね、そう、見られたんだ。そうな、先生どうですか、ここ。いや、綺麗ですね、ぜひ行きたい。食の秋ということでですね、対馬の美味しいものをと思ってるんですけれども、包みかんですね。はい、対馬にはあの筒というあの地区がございまして、そこが産地になっているみかんになるんですけれども、まあ、島民みんな大好きなフルーツでして、確かに包みかんって僕初耳ですけども、そうですね、本当、まあ、おっしゃられるように島外にはなかなか出て回らないので、そうでしょう。やはり、まあ、対馬の方々もですね、本当スーパーで皆さん買われるっていうのが、さあ、島民が愛してやまないみかんを求めて、対馬南端の筒地区にあるみかん畑を目指しましょう。先生知ってた？いや、知らなかった。なんか扉が開いてる。こんにちは。あ、ケリ、こんにちは。すみません、 NCC のとこさたという番組なんですけども。はい、こんにちは。あの、筒みかん生産者の方ですか？そうです。あ、よかった。いや、今日ですね、よかったらちょっと
畑案内してほしいなと思って。いいですか。いいですよ。よかった。突然のお邪魔したにもかかわらず、ほんとゆっくり休んでらっしゃるとこ、畑案内してくださいました。こうやってまた日が当たってると綺麗ですね。本当にオレンジ色というかですね。これ今日収穫してるけど、残ってるのはこれぐらいですね。あ、けどちょっと大きくないですか。いや、もう小さいです。小さいですか、これでも。この包み感が、この筒で美味しくできるにはなんか、あの、あるんですか、なんかこう、土地柄みたいな。いや、潮風です。あ、やっぱり潮風ですか。と日当たりと。あ、そうか、日当たりもいいですもんね。傾斜になっているから。はぁ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 。さあ、包み感は酸味が効いていて味が濃いのが特徴なんですね。島内のスーパーなどで販売されています。島の外に出回ることがほとんどないため、知る人ぞ知るみかんです。島内ではこう、うわ、なんか豪華に蒸していただいてある。あ、けどめっちゃいい香りですね。あー、いい、こうこう、あの柑橘系のですね。あ、剥きやすいですね、皮。あ、ちょっと果汁出てるやろ、こう、わかる、ほらね、出てるね。はい、美味しい。うん、あ、美味しい。甘みももちろんありますけど、ちょっとした酸味もあっていいですね。その酸味があるからこそこの甘みが際立つよっていうね、この酸味と甘みのバランスがいいですね、はい、食べたいでしょう。みかん畑で出会ったご主人に地元ならではな場所も教えてもらいます。もうサイクリングです。包み先。あ、サイクリングで自転車に乗って楽しもう。包み先と300度ぐらい、うん、全部見渡せます。あ、300度ぐらい海が、海を見渡すことができる。話しましょうか。おお、ここから歩いて行けるんですか。あの、車で行ったらす。ああ、じゃあぜひお願いします。300度見えるって言ってたじゃないですか、うん、じゃあ結構こう200、まあ、試写後にして300です、ええ、画面が丸く見えるの。お、へえ、あの、じゃあ夕日とか朝日とかが見えるんですか。すごいです。どっちも見えるんですか。いや、朝日だけ。夕日だけ。あ、けど、すごいですか。今日なんかめっちゃ天気いいから見えますよ。見えますか。もうすでにね、両サイドが海だからね、すごいよ、横、ほら。ここよく来られるんですか。ちょっと足腰が弱ってきて、はいはい、歩かんと筋力つかんけ。あ、けどこれは、けど行き来しよったらこう筋力つきますね。そうですね、うわー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 、30分くらい。いいね、いいね。夕日の光の道ができとるやん、ほら。これすごいでしょ。いや、本当だ。もう本当見渡す限り海だ。こんなパノラマってあまりないと思うんですけど。ないですね、確かに。このパノラマないですよ、うん、あ、こりゃすげえわ、うん、本当ですね。海見渡し放題ですね、うん、あそこから行ったら多分250度。50度減ってるじゃないですか、さっき300って言ってる。300じゃないですよね。ちょうど水平線の先に夕日が落ちていくと。そうですね。はあ。いや、いい。何年通ってます？ここですか、はい、もうここはもう生まれた時から来てますから。あ、生まれた時から来てるんですね。そうです。というと、もう50年じゃ言わんですか。50年、いや、聞かないですよ。聞かないですね、うん、変わらないですか、この景色は。一緒ですね。さあ、時刻は午後8時になりました。本日宿泊する民泊めぐみにやってきました。松島内にはですね、地元の農家などに宿泊する農泊体験ができる場所がおよそ30カ所あるんですね。地元の方と触れ合いながら郷土料理が食べられるので、国内外の方に大人気だそうです。今回は民泊めぐみ松島山猫かな。びっくりした。首輪がついてるから違うね。こちら案内してくれているってこと。こっちですか。こっちでいいんですか。粋なサービスですね。どうもこんばんは。こんばんは。ああ。あら、いや、こんばんはっていうのもあれか。ただいまっていうようなね。おかえりなさい。ねっていうところが似合うね、玄関ですね。はい、今日はお邪魔させていただきます。はいはいはい、
さあ民泊めぐみは対馬北部の佐護地区で平山夫妻が営むアットホームな民宿なんですね。もうお料理が準備されているじゃないですか。はい、お待ちしておりました。わあ、いっぱいの品数。じゃあ改めて、じゃあね、いらっしゃいませ。よろしくお願いいたします。もうこの民泊をやりだしてどのくらいになるんですか。5年ぐらいです。5年ぐらいになるということですね。農泊の醍醐味、地元の生産者が採れたばかりの旬の食材で振る舞う郷土料理ですよ。その中でね、ちょっと気になるものがあるんです。気になるものがこちら。まあ、これも気になりますけど、これも。全部美味しそう。そうでしょ。で、これ、一瞬ちょっとなんかクリームシチューかなと思ったんですけど、違うんですね。これ何でしょう。鶏の出汁で野菜を食べるっていう郷土料理です。いり焼きと言います。いり焼き。で、あともう一個これだけはちょっと言いたいなっていうのがあって、ご飯茶碗にだけピンスポットライト当ててますっていうぐらいご飯がキラッキラ輝いてますけど、サゴ米、サゴ米、はい、そこの田んぼで取れた、はい、いやもうキラッキラしとってご飯が、新米ですもん、ね、いただきます。はい、どうぞ。おつゆからね。あ、おいしい。甘いですね。甘いは甘い。すき焼きのような甘みもありますか。割り下のような甘みもですね、ちょっと。で、お野菜のちょっとクタッとしてお野菜から出てる甘みとかもあるでしょうしね。はい、鶏肉は噛み応えがあって、うん、美味しい。と、さごまい。これ見てよ、これキラッキラしてるでしょうか。噛めば噛むほど。お米の甘みが広がりますね。さあ、ご夫婦がね、手間暇かけて作ってくれた対馬の郷土料理をスタッフみんなとね、美味しくいただきましょう。こう民泊してこんな楽しみもあるよみたいなのがあるんだったら教えていただきたいんですけど。山猫を見る目的で来られたり。対馬山猫ですか。対馬山猫を見ることができちゃうんですか、ここでは。できます。できます。え、どういうことですか。夜っていうか夕方遅く帰るときに、その田んぼのあぜ道に出て遊んでたりとかするのは見たことあります。それじゃあ僕ちょっと明日ちょっと見に行ったりしたら会えたり しますかね。どうかな。なんとか仕込んでくれないですか、二人。さあ、対馬の海に生息する国指定天然記念物対馬山猫、広い島内に生息しているのは70から100頭と言われているんですね。希少動物が見られるかもということもあり、ワクワクしながらここに着きます。おはようございます。おはようございます。今からですね、地元ならではの朝の習慣でいいですかね、はい、にちょっとご同行させていただこうかなと思ってますが、今時間はですね、朝何時でしょうか。今6時50分ぐらいです ね、 そうですね。さあ、民泊めぐみから車でおよそ5分ほどの場所へ向かいます。そこの今草が茂ってるところが、はい、ビオトープで、はい、この周りにいるんですよ。大体いるとすればいる、はい、ここか、はい、向こうの草があるでしょ、はいはい、あれの一番左側の山の根っこに湧き水があるんです。それの水を飲みに来てるんです。なんかいそうな雰囲気はあるけどな。もう中に入ってたら探すことができないんで。そうですね。そういうあぜっていうか、はいはい、田んぼと田んぼの間にいる時は黒い姿が見えるんですけど、残念ながら今日はいないみたいな。いや諦めが早い。大丈夫、諦めが早い。いや、もう中に入ってたら全然探しきらんから。もう大将はどのくらい対馬山猫見てますか、回数で言うと。でも回数で言ったら10回ぐらいしかないですね。いやけど10回よ。あ、気をつけてくださいね。大将気をつけてください。いや、音鳴らしてしまった。大体もうここまで来ていなかったら完璧にいない。完璧にいない。完璧ということは 100% いないってことかな、はい、奇跡とか起これば。あの辺とかね、鳥がいっぱいいますけどね。ああいうのけど見れる楽しさも一つにありますね。そうですね。あれ白鷺ですね。白鷺がね、
朝露とか朝のこうなんか空気の冷たい冷気をこういっぱい肺に取り込むとなんかこう目がシャキッとしますね。冷めますね。ちょっと深呼吸しましょうか太陽星の。ちょっと辻島山猫には会えんやったけどなんかちょっと得した気分にはなりましたよ。なんかさあ津島の皆さんありがとうございました。おかげでディープな島の魅力を知ることができました。以上21市町地元旅津島市編でした。